はい、岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲームの実況と毎日ライブ配信を頑張っております。新イベント初日にはガシャライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、日付が変わりました。本日10月29日です。どうも岡崎の主です。さあ、オカルト引き準備、また無言できた。さあ、お知らせ見ていく。これはラストチャンスと受け取ってよろしいですね。ラストチャンス書いてた。新キャラの出現率アップ、ガシャスタンプ付き。さあ、10連で345、この5体から1体確定と。ガシャスタンプ、1回目は SS、 2回目から新キャラですということです。さあ、まあ、確率はね、非常に低くて、オリバーガシャです。結局、オリバーガシャです。さあ、では、回していきたいと思います。天馬1体、そして武蔵3体、狙ってやっていきたいと思います。そして、いらない、なぜこれが来た、ワイマネーセール。さあ、他には、特殊能力効果アップ特大、来ましたー。武蔵特大来ました。これノーマルで倒せると激アツなんだが、高速徴収会ができれば激アツなんだが。さあ、それではとりあえずこちらをねやっていきたいと思います。さあ、10連目お願いします。よいしょ。結局オリバーガシャですからね、今回は。さあ、来い。全然関係ない。さあ、秘伝書センキュー。さあ、20連目、こっからですからね、こっから。さあ、お願いします。天馬武蔵。さあ、天馬武蔵。うわ、確定枠しかない。あー、天馬来た。やば。ちょっと待って、武蔵か。あ、いやー、めっちゃ嬉しいけど、武蔵3体か。きっちりかも。当たったけど、嬉しいけど、武蔵3体どうしよう。武蔵3体どうしよう。いやー、コンプリート、とりあえずコンプ、コンプしたけど、うわー、武蔵3体どうしよう。くくくくく、ちょっと天馬が出たりするとちょっとショックなので、マックスにします。引き続き30連目からいきたいと思います。あと3体、ここで出るかもしれんからね、50連でね。さあ、いっけい。武蔵3体。さあ、確定枠、虹とかね、綺麗に出てほしかったんですけどね。よいしょ。おお、来た。あー、すげえ。来た来た来た。あー、すげえ。神引き、あと1体、でかっ。でかっ、あと1体でかっ。やっべえ、何このガシャ、やっべえ。うおー、すげえ、あと1体。いや、これは来ただろう、これは来るだろう、やばい。いや、すげえ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 。よっしゃよっしゃ、あと1体、あと1体、激アツだな。おい、マジかマジか。40連でコンプじゃね。いや、いけるんじゃないの。いや、来た演出、来た演出。天馬な、天馬な、しょうがねえ、しょうがねえ。さあ、50連で、50連で来い来いか。あと1体、あと1体、あと1体。オリバー来んなよ、マジで。虹、虹、
デスコール。デスコール。しゃあねえ。しゃあねえ、しゃあねえ。デスコールしゃあねえ。さあ、50連では来なかった。けど、いや、全然ありだぞ、今。全然ありだぞ。全然ありだぞ。今のところ、何の問題もない。いい感じ、いい感じ。全然いい感じ。な、オリバーだよな。知ってる、オリバーだってことも。オリバーが来ることなんて知ってるよ。さあ、こっからですよ。こっから、こっから。2体は同時引きでけえな。マジでえぐいな。さあ、70連目。いや、二次演出とかないのねえ。アーサーか。誰だっけってなっちゃった。アーサーな。はいはいはい。いやー、マジ100連以内だったら激アツだよね。ちょっと待って、俺これコンプしてんじゃない？アーサーで、アーサー出たからコンプしたな。したよね。コンプした。70連でコンプしてる。すげえ。それはすげえ、逆に。70連でコンプとかすごいね。さあ、あと1体、あと1体。いや、虹。うん、オリバーな。いやー、確率一緒でオリバーとかマジでダメだよ。80連目。いや、マジで来て。いや、虹来ないのね。あー、デスコールな。うん、一瞬なんだ、誰だっけってなっちゃった。いやー、来ねー、来ないの。結局100連目行きたいと思います。100連目、虹、虹頼む。あー、幸運ね、幸運の予感ね。デスコールね、アーサーね。ほい、デスコールかよー。いやー、すごい引きだよ。これまたすごい引きだよ。ダブルゼータが3体はすごい引きだよ。チッキショー、来なかった。100連で来なかった。いや、まだ大丈夫。200連以内だったら私はね、全然ダメージ少ない。いや、200連で来てって思ってるから大丈夫。110連目。いや、ちょっとここは来ねえんじゃないかな。110連目はさすが。おお、虹。いやー、アーサーかー、アーサーかー。くー、もったいねー、この虹。なんかこの虹もったいない気がする。さあ、120連目。あー、なになになに、虹急に。うい、うい、デスコール、お前貫突する、やめてくれ。デスコール貫突する。いやー、来ない。さあ、 Z ランク以上確定。130連目、130連目いく。虹確定、確定の虹演出。天魔、はい、いや、秘伝書かい。ダブルゼータは出てるんだけど。さあ、140連目。いやー、確定演出欲しいな。アーサーかー、アーサーかー、秘伝書、アーサー。くー、150連目、あと1体、あと1体なのに来ない。あー、チキショー。せっかく前半すげー引きしたのに。150連目、デスコール貫突しちゃう。したのか、デスコール貫突したのか、これ。違う、今ので貫突したの俺。
今ので貫突した。デスコール貫突しちまった。マジか、デスコール貫突しちゃったよ。くー、160連目デスコール貫突先に、なんで。なんでデスコール貫突すんの先に。さあ170連目、ノアチョさんありがとうございます。ナイスオカスパ。いや虹でさ確定。おいいね、金多いよ。あー天魔ね、秘伝書秘伝書からの、あーダメか。いやー結局200連。いやあと1体これ追っちゃうて追っちゃうて、あと1体だもん。デスコール貫突ってどういうこと。びっくりした今、オカスパの音と一緒に来ちゃったから。これアーサーだったわアーサー8突、アーサー8突、やばい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 。さあ190連目、190、デスコール溢れた。遺伝書デスコール溢れた。極楽。なんでデスコール出るんだよ、デスコール出すぎだよ。さあ200連目、撤退したい言うてた200連目。あーやばい、あーやばい、デスコ出すぎだよ。なんだよこいつ、意味わかんねえ、なんでこんな出るの。デスコール出すぎだよ、溢れたよ。さらに210連目。いやちょっとなんで、なんであいつばっかり出るの。いやマジで意味わかんねえ、出すぎだろう、出すぎ出すぎ。さあ220連目、この250連のうちに出したいよね、出したい。いやー二次演出、二次演出、オリバーな。ここに来てオリバーがシャシャリ出てきた、怖えー怖えー。ちょっとオリバーのシャシャリ出方はちょっと怖えわ。さあ来い虹来い、230連目。いや虹来ないね、虹来ないね、確定枠しかない。あーさあ9突、やっべえやっべえ、あーさあ貫突しちまう。いや違う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 、俺狙ってない。240連目、いや違うて。いや虹来ねえ確定枠、あ虹金か、金2つ。あー来た、あー来た、くそ危ねー。いや危ねーってかもう予定はめっちゃオーバーしたけど、40連オーバーしたけど、ようやく来た。あぶねー、あぶねー、ちょっと待て、あぶねーよ。なんだこのガシャは、超怖えぞ、超怖えぞこれすーげー怖え。さあとりあえず武蔵貫突ありがとうございます。240連。いやーそしてアーサー9突
そして天馬さんと2、そしてからのデスコール10貫突ですよ。なんでこいつ貫突してんの。いや、オリバーがね、意外とシャシャリ出てこなかったんで、まあまあ良かったかなとは思うんですけど、ただデスコール貫突すると思わなかった。しかもデスコールさ、2回ぐらい溢れたよね。あー、はるはるさん、ありがとうございます。ナイス、ナイスおかスパです。いやー、これで、ちょっと待て、アーサー、お前、アーサー何、あと1人なの。アーサーお前なんだ、あと1体かお前、おい、なんだなんだ、あと10連回したら出るんかお前。Z 以上確定でお前出るんかお前。いや、アーサー来るんじゃない、あ、来ない、デスコール来ると思う人、アーサー来ると思う人、武蔵来ると思う人。Z 枠何が来ると思いますか。 Z 枠アーサーだと思う人、アーサーだと思う人挙手。いや、俺デスコールだと思うな。デスコールだな、俺はデスコール。あ、オリバー、オリバーデスコールだな、俺はデスコールだな。さあ、これぞ YouTuber、 これぞ YouTuber だ、いくぞ Z ランク、デスコールガシャいけい。これぞ、これぞ YouTuber だ、これぞデスコールガシャ。行くぞ。なんだよ、つまんねえな。オリバーしゃしゃってくんだよ。おい、超つまんねえ。引きがなかった、残念。俺はちょっと YouTuber としてまだだった。チキショー、オリバーだった、結局オリバーだった、オリバーで締めくくられたわ最後。